はい、それではチビロボの続きやっていきましょう。前回からの続き。とりあえずね、ジャンクが集まってきたんで、このジャンクマシーンで、ワープを買っておきましょう。これで地下倉庫行くときも楽になるね。3倍 OK。また新しいジャンクが追加されるかもしれないという期待も込めて。またのご来店を。ジャンクマシーンにジャンクを入れましょう。これ以上ジャンクは増えるかな？アッパーとワープとブリッジ。3種類あるって言ってたもんな。あとはそれぞれが、他の場所にもできるのかどうかっていう感じでしょうかね。レチッカーズくんが、お！全部揃ったか。ん？なんと、レチッカーズくんたちから感謝の気持ちが届きました。僕たちを産んでくれてありがとう的な。レチッカーズくんたちから100ハッピーゲットです。この調子でハッピーハッピーです。レチッカーズシールを手に入れました。ジビロボさん、さすが！すごい！そして、地下倉庫のいいところに設置しておきますね。ありがとう。なるほど、こういうことかな？一個ね、気になってるんですよ。これ。ハッピーシールってやつ。来たね。レチッカーズシールっていうのが増えてる。おそらくだけど、それぞれのお話を最後まで完結させるというか、目標を達成することによって、実績が解放されるみたいな感じなんでしょうね。ということだと思う。カエルリング全部集めて渡すとか。あとは、ビッチョマンに関連するお話が進むとかかな？これ想像できねえな。あとはデカロボとかトンピーとかもありますから、多分その系のお話が最終的には進むのかな。このファンキーフラワーとかね、明らかなやつもありますし。Nアタックファイターもあるな。ってことは左下は車か。あ、Nアタックファイターこっちかな。何にせよ色々あると思うので、こういうのをコンプリートするのを目指してもいいのかもしれない。でもまあ、それが、このゲームの最終目的なのかどうかっていうと、ちょっと違う気もするので、なるべくね、このサンダースン家の家族みんなのお話が、まとまるところまではやっていきたいという感じで、進めていきましょう。で、そうだ、思い出した。ここのはしごを伸ばしたっきりやってなかったんだよね。はしごを完全に伸ばして、足場を、この棚と密着させることによって上に登れるんじゃないかっていうやつですね。これで生きるはず。いけたー、こういうことだったんだね。よかったよ。いけなかったらどうしようかと思ったもん。行くぞ。倒れてちょうだい。はい、ウェーン。はい、ウェーン。これは3つまでなのかな？よいしょと。これで、飛べるはず。カエルリングを手に入れる。あと何個って言ってたかな？これ、はしご登って、縁から行けるっていうことなんだろうけど。で、紐もあるし、謎の空間もあると。なるほど。だからこっちから行くのが正解ってわけだね。いや、面白いな、このはしご。このミクロ視点ならではのはしごの作り方って感じがしていいね。これでこっちから渡ると。で、こっから登れるけど、まずはこっちだね。いいよ、こいしょ。いくら入ってるかな。お、いいね、300。では、電池の続く限り上に登ってみましょう。これで梁の上に行けるかな？と思ったけど結構ギリギリ。めっちゃギリギリだぞ、この梁の上。いやー、一応チビロボ一人分はあるんだけど、かなり限界近いな、これは。降りちゃって大丈夫かな？大丈夫でした。とりあえずこの梁の部分を伝っていけば、いろんなところに行けるようになったね。もうほぼ全部行けるようになったと言っても過言ではないね。ああいうところも行けるようになるし。ただ逆に、こうまでして行きたいところがそんなにあるかと言われたらそうでもないという。まあ、とりあえずこれはやっておこうか。よいしょと。でもまあ、梁越しに行けば大体の高いところは全部行けるようになったってことだから、
このアッパーキレートはもうあの伸ばし方で固定でもいいかもしれないね。いろんなところにアッパーを動かしていって取るというよりは、あ、この道順から登っていって梁を伝っていけば全体を探索できるというふうに考えた方がお得かもしれない。よっこいしょ。じゃあ一旦リビングの探索はここまでにしとこうかな。2階の探索行くかな。そうだな、ちょっと2階のジェニーの部屋とか探索していってみて、あれ、海賊志望のアーミー隊がいないか探してみたいな。あ、裏庭にいるかもしれないか。ちょっとそれも見たいな。結構悩むな、いろんなところ行きたいところがあって。でもまあとりあえずはこっち行ってこっか。アーミー隊がいそうなところないかな。あの穴の中とか木の上とかちょっと怖いかな。おしゃぶり棒置いてあるやん。ん？いたー。あそこにいたか。ということがあれが正解っぽいな。さすがに同じ部屋内に2体以上いるっていうのは考えにくいから、この穴の中にもう一人いるとかはないと思うけど。ないね。よし。それでは、とりあえず、隊員をまずは探しに行こうか。えいさ、おいさ。この紐はちゃんと登れるっていうのを覚えておくの大事だね。いますか？いらっしゃいますか？いたー。危ねえことしてんな。スリルを求める海賊志望なだけはあるぜ。俺はニューヨーク。海賊を目指しているんだぜ。憧れのホック船長が乗組員を探してるって？ホック船長ってそんな知名度あるんだな、よく考えたら。でもそうか、地下倉庫と目と鼻の先で訓練してたからな、噂は金がねって感じなのかな。降りるわよー。ついでに、この下の方にあった謎空間の探索がまだだったね。これをやっとこう。おしゃぶり棒もなんかここにあるし。木にコンセントを挿して、ドアが開いて、この木の中に謎空間があると。相変わらず謎すぎるな。これなんだ。おしゃぶりボーンなのか？ん？あ、埋まってんのか。形が全然ちげえと思ったけど。そういうことか。どこいしょー。登り方がすげえ。ん？これで拾えるも。おう、いけた。おお、また来たか。多分もうジャンクはマシーンに突っ込むことはないだろうけど、このジャンク自体が換金できたかもしれないから、ちゃんとね、無視せずに回収しておくといいのかもしれない。ちなみに、裏庭だけであとここもあんの？あの謎空間も、これでコンプリートかなと思ったけど、全然そんなことはなかった。先は長そうだ。ともかく、三人目の海賊候補を見つけたから、あと一人なんだよね。ジェニーの部屋にいるかな？その辺が気になるところか。まあ最近行ってなかったっていうのもあるので、ジェニーの部屋行ってみようか。お菓子のゴミとか溜まってればね、その辺を使って、マネを回収することもできるかもしれない。到着。で、いたね。一応ここにね、あれ、なんだっけ、ドライバー、レーサー志望だったっけ？いるんだよね。もう一台ローライダーが一緒に走れるのにな。ということなので、お金を貯めたらまた車買うのもやっておきたいね。で、パパは相変わらずここで寝ていると。紙くずと、クッキーの食べかすを回収して。では、久々のジェニーの部屋行きましょう。よく考えたらジェニーってさ、今まではこの、二
2階の廊下のあたりでうろうろしてたけど、今はもう自分の部屋で寝てんのかな。ジェニーはおそらく自分の部屋にいるであろうというタイミングではここ来たことなかったよね。どうなってんだろう。ん？なんかすごい音鳴ってない？おお、え？え？大丈夫なの？めっちゃダンスしてるやん。ケロケロ。どうした、ジェニー？え？怖っ。ケロケロケロン。何これ？怖すぎない？洗脳されてない？お前は？クマ。ジェニーちゃんがくるくるパープー。ずっとママのこと心配して夜も寝てないからだプー。僕がここにいるのもちっとも気づかないプー。カエル語は僕にはわからないプー。かえー。じゃあ、ジェニーがカエル語で何を言っているのか聞き取れば何かわかるかな。どうなってるんだこれは。サークル真ん中レーダー。ちょっと鳥肌立ったわ。サークルの真ん中でレーダー。サークルってどこだろう。丸っぽいものはいっぱいあると思うんだけど、サークル、このマークどっかで見たっけ。全然記憶にないけど、ベッドの下とかだったっけ。なんかどっかにあったような気はするんだけどな、サークル。あの形違うかな。これじゃないよな。サークル。いやーなんか、思い出せそうで思い出せないな。サークルの真ん中でレーダーか。それで何かが手に入るんだろうな。でもジェニーは完全に狂ってるのが怖すぎる。ついに頭おかしくなってきてしまったか。これは何とかしてやりたいよな。チビロボに全く気づいてないというのも怖いもんな。高いところに行けば、もしこの部屋にサークルがあればわかるかもしれない。あそこに扉があって、でもこの、お？いたー！おまー、あんなところに。どうしよう。とりあえずこっちから行くか。ちょっと電池間に合うかわかんないけど、一応やっとこう。コイーン。これで海賊4人目か。あー、でもこっから届くかな。ちょっと低いかな。上があるから上行った方がいいのか。いやー、でもコンセント足りねえんだよな。ちょっと届かない気がする。上に行ってからもう一回降りてきて奥のコンセントを狙うとなると、さすがにちょっと電池が足りない気がするので、先に充電しに行こう。どうだろうな。この部屋でもらったヒントだから、この部屋に目的地があるのかなという気もするし、この部屋でもらったヒントだけど目的地は別の場所にあるっていうのも十分ありえそう。どうなるかな。とりあえず久しぶりの探索だし、もっとね、改めていろんなところを探索するべきだなとは思う。まず高いところをもう一回確認して、それが終わったら、何もなさそうだったらアーミー隊を回収。で、海賊系のフラグを一旦終わらせてから、さらに別の探索を狙っていくという感じかな。だいぶ懐かしいな、この辺。持ち物が大きく変わったわけではないけど、いろいろできることは、こういうことがあるんだよというのを覚えたおかげで、それは楽しい感じ。いろいろあるけど、あの電池を取らないと、はめ込みできないところもあるんだよな。でも、こっからだと届かないだろうし。
やっぱり上でできることはそんなにないっぽいな。これも梁？いやーでも梁はないかな。サークルはこの辺にはないか。うん。上から見た感じ、サークル的なものは、この部屋にはないのかな？なので、サークルの真ん中で、レーダーを使えというのは、ここの部屋ではないと思う。だよな。なんか変な模様だったしな。この鏡は関係ないかな。また乗っちゃったよ。お話ししましょう。俺はバーモンド。海賊ポーズの練習をしてたんだぜ。憧れのホック船長が乗り組みを探しているイカリアク。これで全員だと思うけど。まあ、どうだろうな。もう一人ぐらいいるんかな。脱走したアーミー部隊のうち、海賊志望になってたのは4人だったと思ったから、これで足りれるんじゃないかなと思ったんだけど、どうかな？サークルね。めっちゃ怖いんだよな。ちなみにあのベッドの上とかにサークルは？ないよな。となると別の部屋にあるのかなという感じ。あ、で、そうだ、一個、気になることがあるのを思い出した。この部屋の探索をやっていて、全然登れねえ登れねえと言っていたあの、おもちゃのお城。あそこで唯一詰まっていたのが、あれなんですね、時計の針が邪魔で、あれを下に下げないと、あれだ、なんだったっけ？あれを下に下げないといけないのに、その下げるためには、電力が必要なんじゃないのか。で、その電池が取れない。どうするんだっていう話だったんですが。冷静に考えたらあれ、もしかしてさ、ポッパーで撃ち抜いて倒せるんじゃないのかなって、思ったわけです。となると、ポッパーで撃ち抜いて、針を奥に倒して、それで先へ進めるようになってから電池を回収して改めてはめ直すみたいな。そういう風になってるんじゃないかなと思ったので、それを狙いに行きます。ポッパー、ポッパーの破壊力をね、結構甘く見ていた節はあるので、その可能性は十分考えられると思います。これで左でいいのかな。しかし充電がどんどんなくなっていく。行くぞー。よいしょ。こっちから行くのは順路っぽいからな。あれ？しまった！落ちちゃったよ、くそ。しかも夜時間ももう残り少ない。まあ夜時間が切れそうだから、充電を諦めてじっとしてれば、勝手に家に戻った時に充電してくれるんだけど、それだと結局上に登れないから。まあ、これで行くのが安全かな。こうで。あ、ギリギリ、あっぶね。で、そう、ここだよ。ここでポッパー使ったら壊せないかなと。いけるやーん、これで合ってたわ。よかったな、自分の動画はちゃんと見直すべきだね。見返しておいてよかったわ。これで電池があると。まあ時間は切れそうですが、電池を回収したのは OK。ん？あんだすげえずら。もう一息だぞ。めんこいピーツ姫に赤いハイヒールを届けてくんろ。そういえばそれが目的だったな。単一電池ゲットして、ここにはめ込み穴があるのね。まあとりあえず、あれか、電池のはめ込みを全部の箇所でやれば人形が十分に動いて、それで、あれだね。あの P2 姫に会いに行けるようになるっていうことっぽいね。ちょっと今回は時間切れになっちゃいましたが。おはようございます。ジェニーが大変な状態になっているのも気になるな。
あのテレビのヒントになったサークル、そして真ん中でチビレーダーを見つけに行きたいというのもあるね。次のボーナスまであと48。スーパーチブロを目指して、レッツラッゴー。うん。じゃあとりあえず一旦セーブしておこう。だいぶいろいろ見えてきたね。時間は最大の15分にしてあるので、これ以上は長くできませんし。まあ、この、ね、新しく発見した要素、どこを進めていくのかっていうのを考えながら、次の進展があるようにやっていきたいところですね。といったところで、今回はここまで。次回もよろしく。ありがとうございました。